前回のビデオでマキタのインパクトドライバーと掃除機を紹介しました。これらは同じ 10.8V のバッテリーを使用します。バッテリーの使い回しができてとても便利です。でも1個しかないのはやはり不便です。そこで禁断の互換バッテリーに手を出してしまいました。互換バッテリーは安いですが危険性もありますので注意する必要があります。ウェイトレー製のバッテリーを3個も買ってしまいました。3アンペアアワーと6アンペアアワーと書いてあります。後で実際の容量を測ってみます。互換バッテリーには互換充電器ということでこちらも買いました。こちらの充電器で充電しているとセルバランスが狂うことが分かりました。バランス充電してないようです。そこで互換充電器の端子だけを利用して汎用のバランス充電器が使えるようにしました。こちらは 12V で動作するため、自動車のシガーソケットからでも充電できます。分解した純正と互換バッテリー基板です。回路的には全く同じです。回路図を書くとこのようになります。両端がバランス端子で、中央が温度端子になっています。こちらは充電器を分解したものです。回路規模が全く違います。決定的に違うのは互換充電器ではバランス端子が接続されていません。バランス充電をしないと問題なのはセルバランスが狂うためです。全体では 12.6V の満充電でバランス充電なら 4.2V ずつになります。バランス充電でないと一つのセルが過充電になることがあります。結果として発火の危険性が高まります。放電時にもセルバランスが狂っていると問題があります。このように全体として 9V で放電を止めたとしてもバランスが狂っていると一つのセルのみ異常なほど放電します。結果としてガスが発生したりしてそのセルは使えなくなります。そこでバランス充電のできる充電器をこのようにバランス端子に接続しました。こちらは以前にドローンのバッテリーを充電するために買ったものです。DC12V で動作し、温度監視のセンサーも接続できます。バッテリー種別をリチウムイオンにしています。
ここでは温度監視を設定して停止温度を50度にしています。実際に充電が停止するかセンサーを炙って試しました。停止しました。まず先ほどの温度センサーを貼り付けます。端子は絶縁テープで保護しています。このようにグルーガンで充電器を固定します。こちら側にはファンがあるので注意します。反対側は空気の取り込み口になっているので塞がないようにします。こちらの充電器ですが、保管電圧にも対応します。長期間使用しないときや過酷な温度での保存時に使います。11.16V になるまで充電や放電をしてくれます。放電テストにも使えるので、これでバッテリーの容量を測ってみます。重量も測ってみました。放電は開始電圧 12.5V で、終了電圧 9.6V でやっています。また放電電流は 0.4A でやりました。この充電器の限界です。純正はほぼ表記通りの容量 1.5Ah になりました。互換の方はほぼ 2Ah と 4Ah になりました。表記の容量より少ないですが、こんなもんでしょう。最後に互換の 3Ah のを充電していきます。充電電流は自由に設定できますが、今回は最大電流でやってみます。
4.3 アンペアで充電しています。今回は監視しながらの充電なので最大電流でやってますが、安全を考えれば 1C 充電である 2 アンペアに抑えた方が良いと思います。35分で充電できました。よろしかったらチャンネル登録お願いします。